皆さん、こんにちは。作新学院大学の笠原です。ただいまより、栃木未来アスリートプロジェクト小学生コース、スポーツ、ライフ&メンタルトレーニング1-1についてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。下にあります QR コードは、栃木スポーツ医科学センターのホームページです。栃木スポーツ医科学センターは様々な科学的な体力測定、さらに科学的なサポートを実施しています。ぜひご覧になってください。最初にライフスキルトレーニングについて説明したいと思います。スポーツ選手がよく実施しているメンタルトレーニングの土台となるトレーニングです。ライフスキルとは、生きる力とか人間力と定義されます。人としての基本的な能力とも言えます。ライフスキルはトレーニングすることができます。ライフスキルトレーニングをすることによって、競技力も上がることが分かっています。ライフスキルを高めるためには、様々なポイントがありますので、そのポイントを一つ一つチェックしていきたいと思います。ライフスキルチェック1です。目標設定が挙げられます。3つのチェックポイントが書いてあります。目標を立てている。目標を書いている。目標を達成するための計画を立てている。皆さんはいくつチェックが入りますでしょうか。チェックをしてみてください。はい、皆さんはいくつチェックが入ったでしょうか。一つ目の目標を立てている。目標を立てることによってやる気が高まります。自分の進むべき道が見えてきます。進むべき道が見えると集中力も上がってきます。二つ目、目標を書いている。目標を立てて、忘れてしまっては、意味がありませんので、書くことによって常に目標を自覚できるようにします。さらに目標を立てて書いているだけでは目標を達成することができません。目標を達成するための計画を立てましょう。目標にはいくつか種類があります。一つ目が行動目標です。二つ目が結果目標です。皆さんが普段立てている目標は結果目標が多いと思います。結果目標というのは結果に集中する目標です。例えば優勝する、ベスト4、自己ベストといったふうに結果に関する目標です。さらに頑張るだとか練習通りやる、はっきりしない目標を私は抽象目標と言っていますが、結果目標だけでは効果がないことが分かっています。なぜなら結果目標は結果に集中してしまったり、人と比較してしまうことが多いからです。自我思考と言ったりもします。結果に集中したり、人と比較してしまうと、プレッシャーがかかって緊張しやすくなってしまいます。それに対して、二つ目の目標、行動目標は行動に集中します。笑顔でプレーする。バッターボックスに右足から入る。投げる前に深呼吸といった行動に関する目標です。行動目標のいいところは、人と比較がない。結果に集中していない。
結果ではなく目の前のやるべきことに集中しやすくなります。熟達思考とも言います。目標は行動目標を中心に立てるようにしてください。行動目標と結果目標をセットにすることによって最大の効果が得られることが分かっています。こちらは目標設定用紙の、一例です。それでは皆さん、こちらの目標設定に記入してみましょう。まず、結果目標。今年の結果目標にしましょう。結果目標のポイントは一つじゃなくて、最高の結果目標と同時にですね、最低限このぐらいの結果は出したいという結果目標。はい、結果目標に範囲を設けてみましょう。続きまして、その結果目標を達成するための行動目標です。例えば、具体的にこういう練習をする。または、具体的にこういうトレーニングをする。さらには、具体的なコンディショニングですね。毎晩、こういう種類のストレッチを何種類するとか何分するとか、あとは栄養ですね、食事です。こういったものをこのぐらい食べる。さらには睡眠時間、毎日、何時には寝て睡眠時間何時間取るといったふうに、人の比較でもなく結果でもない具体的に何をするのかといった行動目標を立てます。で、左側は重要な順に行動目標を書いてみてください。1から7までとありますが、もっと多くても構いません。行動目標を具体的に、さらに重要な順に1から書いたら、次は右側ですね。すぐに実行可能な順番に並べ替えて書いてみてください。行動目標、重要順とすぐに実行可能な順。はい、書いてある内容は同じですが、書いてある順番が変わると思います。この場合、どちらを優先したらいいかというと、すぐに実行可能な順に行動目標を実行してみてください。行動目標を重要な順に実行しようとするとですね、重要度の高いものはすぐには実行できないものが結構多いです。すぐには実行できない行動目標を実行すると結構嫌になってしまいますので、すぐに実行可能な順に行動目標を実行してみたらいいです。続きまして、夢と目標です。皆さんは過去にいろんなところで夢を持ちなさい、夢を持ちなさいと言われたことがあるのではないかと思います。ただし、いくつかの研究で夢を持つことのデメリット、短所も分かっています。夢を持つこと、夢を持つことによって、夢を達成した状況をイメージすることによって、はい、それだけで満足してしまって、実際には行動しなくなるというデメリット、短所があることが分かっています。では、どうしたら夢を達成することができない、できるのでしょうか、はい、夢を達成するためにはどんな障害があるか、つまりどんな問題点があるかを考えてみてください。で、そのどんな問題点があるかを考えたら、その問題点を乗り越えるためにはどうしたらいいかを考えてみてください。これをウープの法則と言います。
このウープの法則を守ることによって夢を叶える可能性が高まります。さらにはですね、世界中の若者に調査をすると、ほとんどの人が実は夢がないということが分かってます。なので、夢がないのは結構普通なんですね。では、どうしたら夢を叶えることができるかというと、夢は持つというよりは勝手に湧いて出てくるものだと思ってください。じゃあどうしたら夢が勝手に頭にもこもこ湧いて出てくるかというと、まずは多くのことを経験してください。経験すると同時に多くの人と交流してください。たくさんの人と話してください。そうするとある時突然メンターといってですね、自分の人生を決定づけるような重要な人との出会いがある可能性が高まるわけです。そうすることによって、ある時突然夢ってもこもこ出てくるものなので、無理して持つ必要はありません。たくさんの経験、多くの人との交流、メンターとの出会いから勝手に出てくるものなので、経験、交流、メンターとの出会い、を重視してください。で、夢、つまり大きな目標を立てるときはですね、金持ちになりたいとか偉い人といった漠然としたものではなくて、はい、こういう仕事について、こういう人間に対して、こういう人間になって、まあ世のため人のために貢献したいといった目標を立てることがいいかと思います。で、その夢、大きな目標を達成するために何が必要なのか、中目標、小目標となっておりますが、重要なのはこの小目標ですね。小目標というのは具体的に何かというと、毎日の目標です。夢、もしくは大きな目標を達成するために、今日何をするのかが重要になってきますので、今日の目標を明確にしてください。で、今日の目標はですね、どんな目標がいいかというと、行動目標です。何々をするという具体的な目標です。で、ストレッチ目標と書いておりますが、ストレッチってのは体伸ばすことですよね。つまり、ちょっと頑張ればできる実行可能な目標であるということです。実行可能な行動目標を立ててください。で、行動目標を立てたら、なぜという言葉を自分に問いかけてください。なぜその行動目標を立てたのか。なぜというのは理由を聞いているわけです。理由を明確にすることによって、目標を、行動目標を実行することに対するやる気を高めてください。続きまして、ライフスキルチェック丸2です。考える力です。3つのチェック項目があります。次、どうするかを考えている。成功や失敗の原因を自分なりに考えてみる。周りの人の意見も参考にして、自分なりに答えを考えてみる。さあ、皆さんはいくつチェックが入るでしょうか。どうぞ。はい、皆さんはいくつチェックが入ったでしょうか。次、どうするかを考える。これをすることによってですね、まあしっかりですね、振り返りをするわけですね。試合や練習が終わったら、それで終わりではありません。必ず試合や練習に対して次どうするかを考えることによって成長していきます。じゃあ次どうするかを考えるためには、まず試合や練習を振り返って成功や失敗の原因、つまり良かったこと、悪かったことを考えて、なぜ良かったのか、なぜ良くなかったのか、悪かったのか、原因を自分なりに考えて、
その上で次どうするかの計画を考えていきます。で、自分で考えることは重要なんですが、はい、たくさんの人の意見を聞くことによって、よりいろんな角度から成功や失敗の原因を考えることができますので、周りの人の意見も全部聞く必要はありませんが、参考にして最終的に自分なりに答えを考えてみてください。続きまして、ライフスキルチェック丸三です。ストレスマネージメントです。ストレスというのは、様々な刺激によって起こる緊張状態を意味します。様々な刺激というのは、暑さ、寒さ、外部から来るものもあります。他には人間関係だとか様々な悩みもストレスですね。それによって心身に起こる緊張状態です。ストレスマネージメントというのは、その緊張状態をどうコントロールしているかということを意味します。チェックポイントは3つです。一人で解決できないときは誰かに相談している。話を聞いてくれる人に相談している。相談相手に本当のことを話している。さあ、皆さんはいくつチェックが入るでしょうか？はい、いかがだったでしょうか？一人で考えることも重要なんですが、一人では解決できないこともあります。一人で解決できないことは、誰かに相談することによっていいアドバイスをもらえる可能性が高くなります。さらには、人に話すことによって、それだけでストレスが解消されることもありますし、誰かに話すことによって、自分の考えを整理できて、整理することによって自動的に解決することもありますので、人に相談するということは、ただ単にアドバイスをもらえるだけではなく、自分の考えや悩みを整理して、自己解決するためのいい方法でもありますので、ぜひ相談してみてください。で、皆さんにおいてはですね、様々なストレスが日頃からかかっています。ストレスの原因になることをですね、よくストレッサーって言い方します。ストレスの原因をストレッサーと言います。まあ皆さん小学生ですから、当然小学校では様々なストレッサーがあります。ストレッサーが悪いわけではありません。適度にストレスがかかることによって、人間は成長することができます。ライフスキルが高まりますので、ストレッサーが全部悪いわけではないんですが、まあ、かかりすぎると問題だということです。では、学校でのストレッサー、丸一を見てみましょう。はい、友人関係、はい。友達に仲間外れにされた。誰かにいじめられた。友達と喧嘩した。はい、このようなことが、まあ、ストレッサーになってきます。さあ、皆さんはいくつチェックが入ったでしょうか。続きまして、学校でのストレッサー、丸二です。学習に対するストレッサーです、はい。授業、勉強も当然ストレッサーになってきます。授業がよくわからなかった。新しい内容を教わって大変だった。はい、テストが返ってきて、点数が悪かった。ある程度のストレッサーによって勉強に対するやる気を高めることができますが、あまりにも強すぎる場合は勉強に対するやる気を失ってしまいますので、参考書を見たり、お父さんお母さんに聞いたり、塾に通ったりといった
ストレスの対処法が必要になってきます。続きまして、学校でのストレッサー、丸三。先生との関係もストレッサーになる可能性があります。先生が理由をよく聞かずに怒った。自分が良いと思ってしたことを先生に怒られた。さあ、皆さんはいくつチェックが入るでしょうか。はい。先生との人間関係もストレッサーとなります。はい。様々なストレッサーについてお話をしましたが、ストレス解消法のことを別名ストレスコーピングと言います。で、ここにはですね、様々なストレスコーピング、ストレス解消法が書かれています。はい。さて、皆さんが普段使っているストレスコーピング、ストレスの解消法、はい。いくつ、はい。チェックが入るでしょうか。はい。チェックをしてみましょう。どうぞ。はい。いくつチェックが入ったでしょうか。で、チェックリストの横にですね、丸とか×というふうになってますが、丸印が積極的なストレスコーピング、ストレス解消法になります。で、×が消極的なストレスコーピング、ストレス解消法になります。できれば丸の方がいいです。ただ、丸だけだと疲れてしまうことがありますので、たまに×を使うといった感じです。丸が中心になってきますが、丸だけだと辛くなってしまうことがあるので、たまに×を使って、その×を使ってちょっと気晴らししたら最終的には丸がついているストレスコーピングを使っていくことが望ましいです。では別の研究を見てみましょう。ストレスコーピング丸2です。様々なストレッサーが皆さんにかかってきたときに、やはり望ましいストレスコーピング解消法はですね、一番の問題解決です。大切なことだと考える。何がその原因かを見つける。自分を変えようと努力する。そのことを変えようと努力する。どのようなことなのかをよく考える。そのことの中の良いところを見つけようとする。どうすれば良いか計画を立てる。良いことを学んだと考える。自分の気持ちを人に分かってもらう。自分で自分を励ます。対策を立てる。なりゆきを見ている。最終的にストレスを解消して、人間的に成長してライフスキルを高めるためには一番の問題解決です。ただ、これだけだと時には辛くなってしまうことがありますので、下の、はい、いろんな人のサポート、援助を受けます。問題を解決するために人に助けてくれるように頼む。人に問題の解決に協力してくれるように頼む。自分の置かれた状況を人に聞いてもらう。誰かにどうしたらよいかを聞く。問題解決と人からサポートを受ける。この二つがストレスコーピングの中心になってきます。ただしやはりこの二つだけだと時には辛くなるので気晴らしとして気分転換ですね。何か食べる、寝る、ゲームをする。テレビを見る、友達と遊ぶ。この気分転換によって、最終的には問題解決。人からの援助を受けて、ストレスを解消していくことになります。気分転換は、たまにはいいんですが、いつも気分転換だけだと、何も物事は解決しないので注意してください。
続いてストレスコーピング丸2です。ストレスコーピングにはこのような方法もありますが、このような方法はあまり望ましくはありません。ストレスが解決しないだけではなく、ライフスキルも上がりにくくなるので注意してください。まず、行動的回避。問題を起こした人の悪口を言う。誰かに言いつける。不満を言う。大声を上げて怒鳴る。当たり散らす。言い訳をする。みんなのいるところで泣く。はい、悪口を言ったところで、実はですね、気分がいいのは一瞬です。一瞬だけなんです。だけども、結局物事は解決しないし、さらに気分が悪くなって余計悪口を言ってしまうという悪循環になりますので注意してください。で、情動的回避。一人で泣く。そのことから逃げる。一人になる。解決できる時が来るのを待つ。我慢する。これも、たまに使うのは気晴らしでいいんですが、いつもこれだけでは物事は何も解決しません。ライフスキルも上がりません。で、右側ですね。認知的回避。大したことではないと考える。そのことはあまり考えないようにする。あまり先を考えないようにする。なるようになれと考える。運が悪いと諦める。どうしようもないので諦める。時間が経つのを待つ。これらはたまにはいいんですが、いつもこれだけでは何もストレスは解決しませんし、ライフスキルも上がりませんので、あくまで気分転換、気晴らしと使って、最終的には問題解決をするために積極的なストレスコーピングを使ってみてください。はい、こちらがですね、私の左側からホームページ。Facebook、グループ、Twitter、Instagram の QR コードになりますので、ご覧になってみてください。さらに、いくつか本を出版しておりますので、もしよかったら読んでみてください。それでは、スポーツ、ライフ&メンタルトレーニング1-1を終了します。続いて、1-2に入ってきます。